チャールズ・ビーチャー・ウォーレンチャールズ・ビーチャー・ウォーレンはアメリカ合衆国の外交官、政治家。ウォーレンは1870年4月10日にミシガン州ベーシティにおいて誕生した。第一次世界大戦中はアメリカ陸軍に所属し、法務総幹部のスタッフとして勤務した。終戦時には中佐の地位についており、陸軍主君賞を授与された。ウォーレンは1908年、 1912年、1916年にミシガン州の代表代理として共和党全国大会に出席した。また1924年、1928年、1932年には正規の代表として同大会に出席した。ウォーレンは1921年から1922年まで中日アメリカ合衆国大使を務めた。 ワシントン会議を間近に控えていたこともあり、極東地域における軍事秩序の問題から、ウォーレンの日本派遣はアメリカにとって大きな期待だった。ウォーレンが大使に着信すると、日米協会会長の金子健太郎が歓迎夕食会を催した。ウォーレンは、その赤城ワシントン会議について言及し、それが認識の不一致を解消する絶好の機会だと述べるとともに、 日本に対する敬意を率直に表した。中日大使時代、ウォーレンは東京以外でも活動を行った。1922年の感謝祭の後、ウォーレンは息子二人と共に朝鮮、満州、北京を旅行した。1923年1月末、ウォーレンが離日することを知った。帝名皇后は親しくウォーレンを接見この後、外務大臣の内田高裁、 貴族院議長の徳川イエッサと、全外務次官で、中米大使に指名されたばかりの萩原正直と、共に、宮中でのレセプションに招かれている。1924年、オーレンは中メキシコ大使を務めた。退任後、カルビン・クーリン氏大統領はオーレンを二度にわたって、司法長官に指名したが、いずれも上院において、僅差で帰却された。1936年2月3日、 ウォーレンは、ミシガン州クロースポイントにおいて死去した。ウォーレンの遺体は、デトロイトのエルムウッド墓地に埋葬された。ありがとうございます。